後崎チャンネル。こんにちは。さあ、ということでですね、今日はですね、また、新しいニュースが入ってきましたので、こちらをですね、ちょっと早速解説させていただきます。今日発表になったんですけど、日本ハムが、海外 FA 権を取得している、西川外野手、国内 FA 権を取得している、秋吉投手、太田外野手と協議した結果、来季の契約を提示せず、保留手続きを行うこととしたと発表したというニュースが、まあ、入ってきましたね。まあ、ということで、まあ、このね、ニュースを聞いたときに、日本ハムもね、いい球団だなっていうね、優しいなっていうところを、まあ、第一印象思いましたけども、日本ハムの、稲葉 GM は球団を通じてコメントを発表し、3選手と来季以降のプレー環境について協議した結果、選手が取得した権利を尊重し、ノンテンダーとすることを選択しました。まあ、ノンテンダーとは、まあ、契約をね、保留した名簿に載せない、契約を、しないっていうことですよね。で、選手にとって、制約のない状態で海外を含めた移籍先を選択できることが、重要と考えた結果ですと。昨年もノンテンダーの村田投手と再契約した例があるように、ファイターズとの再契約の可能性を閉ざすものではありませんとね、発表しましたけど、まあこれがね、まあまあどういう状況かっていうのを解説するとですね、まあ西川選手も、秋吉選手、太田選手とも、まあ今年のね、年俸は非常に、高いところにもなりますし、まあ FA を選択した場合、ひょっとしたらね、他の11球団といい契約がね、結べない状況にもある。多分、FA の順番でも人的保障などがいる年俸上位ランクに参戦人も入ってると思うんですよね。で、そうなってくるとやっぱ人的保障もいって、まあ移籍金もいる中での FA を選択した場合、ちょっとね、その選択肢の視野が、まあ狭まるっていう、ところもありますし、まあ自由契約にね、すれば、どこの球団とフラットに協議もできるっていうところもありますし、まあね、この3選手に、年俸を、まあ、契約提示してないっていうところを考えても、まあこれがどこまでね、発表が事実かどうかはわかりませんけども、まあここをさっさきなりに尖った、ちょっと斜め目線で、いろんなことを想像して思うんですね。まあ今年の成績から考えると、まあどの選手も、ひょっとしたら、限度額、限度制限、額、まあ1億円未満だと 20% かな。で、1億円以上だと 45% かな。減額制限額、以上の限度幅の年俸を提示される可能性があるんじゃないのかと、推測しますね。経験者とすれば。で、そうなってくると、仮にね、公表されたてから、もし選手が、まあ、自由契約も選ぶことができるんで、自由契約を選んだなんかすると、まあ、全体的にはちょっと市場価値が下がるってね、いうところもありますし、選手にとったら不利益な、情報が、まあ、世の中に発信されることになると思うんで、そういった選手にもダメージを与えないように、球団としても選手たちの、まあこれまでの日本ハムでの、功績、頑張りっていうところを、まあしっかり尊重して、してあげることが、このノンテンダーの、形を取るのが、まあ最適という判断に、なったと思うんですよね。で、まあそうなってくると、まあね、その昨年の村田投手の例もあるように、まあここから、まあ形上はね、自由契約になって、他のね、11球団と選択を、契約を選択するっていうところで、まあフラットの目線で契約もできますし、日本ハムが年俸提示してないっていうことによって、他の11球団とのその年俸の交渉に向けても、まあ大幅なダウン提示を飲まなくていいっていうかね、まあそこら辺をしっかり選手側も、まあ自分の価値を、市場価値を高めながら売れるっていう部分では非常にいいと思いますし、で、西川選手なんかはね、海外 FA 権を持ってるっていうところで、まあ海外のね、チームとも、契約できるっていう形で、まあこの3選手にとったら、まあいいことずくめ、悪いことは一つもないっていうね、状況でも、ありますし、で、もしね、他の11球団といい形の契約が、まとまらなければ、また日本ハムとね、再契約できる可能性も残されてるっていうところでね、まあ非常にいい形なんじゃないですかね。まあでもこのね、再契約に、なってしまった場合は、結構大幅なダウンテージが待ってるんじゃないのかなっていうね、推測はしますけど、まあここまでがね、すごいいいお話です。ここからがブラック里崎の、出番ですけども、ここからがですね、思うこと。すごい尖った目線で斜めから見てブラック里崎を
出すとするならば、もうこの3選手はチームに必要ないって、言われてるのと、まあ、同じですよね。まあ、残念ですけどね。まあ、結果的に。まあ、どうしてもね、来季の戦力、新庄ビッグボスのもと、チームを立て直して、A クラス入り、まあ、今年のね、ヤクルト、オリックスのように、最下位から優勝を狙っていくチームの中で、絶対に必要不可欠な選手であるならば、保留者名簿に載せたまま、減額制限ギリギリの年俸提示をして再雇用するっていうのがどうしても必要な選手だと必ず行われるわけで、まあね、先ほどのイーアオの話すると選手たちを尊重して選手たちの未来を広げてっていうところでありますけども、言い換えるならば日本ハムにとってまあこの3選手はもうどうしても必要な選手じゃなくなったっていうところと、まあ年俸と今の力っていうのを天秤にかけたときに、まあ、コストパフォーマンスっていうのに、まあ、納得ができないっていうような証拠だと思うんで、まあ、日本ハムとしては、来季、この西川、太田、秋吉、この3名は、まあ、戦力と、そこまで重要視して見てないんだなっていうところが、感じられる発表でもあったんで、まあ、そういうことを考えると、大きく、まあ、今年のね、終盤の戦いもそうですけども、まあ、大きく、チームを一気に入れ替えて、若返って、来年、まあ、2、3年構想ぐらいの感じで、まあ、新庄監督が1年契約って言ってますけども、2、3年ぐらいのチームをかけてね、まあ、外野とかも浅間も台頭してきましたし、多分外国人も必ず1人は外野取ってきますし、で、近藤ね、磯端っていうところの、若手の突き上げっていうところも多分考える中で、まあ、ね、西川、太田っていうところの、まあ、チームでのね、居場所っていうところが、まあ、日本ハムとしては、ちょっと考えてもうないのかなっていうようなね、感じもします。そしてね、ちょっと前に発表されたですね、まあ巨人の育成選手として再契約っていうところで、まあ田中豊樹投手とかね、まあ横川投手なども含めて、計、まあ勝木内野手、計10人の選手、自由契約となって、で、もう一度ね、育成選手として再契約するっていうね。で、まあ、今季一軍で39試合に登板した田中豊樹投手は、まあ右肘の手術を受ける予定となっている形になっていて、まあね、この、常に70人枠ギリギリを保った戦力を持ってると、まあこういうふうにね、一度育成に入れ替えて70人枠っていうところの枠を開けなきゃいけないっていうね、チーム編成上の大変さっていうのを伺う一方で、今年はなんか情報によるとあんまり FA 戦線参戦しないっていう情報を得ますけど、まあね、始まってしまえばどうなるかわかんないですけども、まあね、前の動画で一回言ったと思いますけども、やっぱり、その年に育成選手に切り替わった選手は、人的保障の対象内選手、するべき、だと思いますけども、まあね、最近ね、政治なんかでは、文書交通費みたいな、1日だけで100万円もらって、おかしい分割だろうっていうね、意見いろいろありますけど、あっちはね、なかなか政治家がね、自分たちの、首を絞めるような方ね、なかなか進めないだろうと思いますけど、野球界もね、野球界は自分たちが決めるわけじゃないんで、まあコミッショナーをはじめね、まあこういったところはね、まあ、勘ぐられないようにね、そのなんかこう、巨人も言われたらめんどくさいじゃないですか、正直ね。FA で人的保障の枠から外すために、一回育成にして切り替えんだろうって、この毎年のようにね、そういう気持ちも一切なかったとしても、毎年のようにそうやってね、言われてもね、っていうところもあるし、そういうのを、まあ今後ね、もう悪用するチームが、まあ、ルール違反じゃないんでね、別にそこは、何の問題もあると思いますけど、そういうふうに、やっぱこう、おかしいやろうっていう声がね、出てくるのも、まあ、事実なんで、そういったところでは、まあ、NPB の方でも、まあ、ルール改正をする中で、そういう育成選手に、まあ、今年1年間、その、試合化選手になって、そのシーズンオフに育成選手に切り替わる選手、っていうのは、人的保障の対象内選手にしますよっていう風なね、規約を作ってもいいのかなっていうところはね、まあ今年も感じましたけどね、皆さんは特に、どう思いますか。まあというところでね、まあいろんなね、コーチ人事、選手の移動、それから外国人選手の契約、再契約、もしくは対談なんかね、いろんな情報が入ってきますけども、今後もですね、シーズンオフ、まあ日本シリーズね、あ、ちなみに日本シリーズ、金曜日にね、ヤクルト、オリックスのね、この日本シリーズ、選評っていうのをね、まだ語りたいと思いますので、皆さんね、ぜひ、そちらは金曜日に動画出す予定ですので、ぜひ見てください。で、まあね、ストーブリーグに入って、いろんな動きがまだね、あると思いますけども、その時はね、随時、この、佐々木チャンネルで、わかりやすく、速報、
お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さんね、見てください。ということで、今回ちょっと今ね、パナソニックの、臨時コーチをやってましてですね、今パナソニックの、練習、オープン戦、に、帯同してですね、都市対抗に向けてみんなチーム一丸となって頑張ってるんでね、ぜひ皆さん、都市対抗もね、応援してください。パナソニック出てますんでね、応援してください。ということで、佐々木チャンネル以上です。グッバイ。